初代オックスフォード伯=モーティマー伯、ロバート・ハーレイ・オックスフォード伯爵=モーティマー伯爵は、かつて存在した、イギリスの伯爵位、グレートブリテン貴族。トーリー党の政治家、ロバート・ハーレイが1711年に除されたのに、始まるが、6代後の1853年に廃絶した。トーリー党の庶民院議員ロバート・ハーレイは、安城時代のトーリー政権で中心となって活躍した政治家である。特に1710年8月に、彼の功策で、初代ゴドルフィン伯爵シドニー・ゴドルフィンが更迭されると、政権の首脳的存在となり、1714年7月に、ハノーバー朝への王朝交代の中の論争で、辞職するまで政権を担った。その間の1711年5月23日には、グレートブリテン貴族爵位、オックスフォード伯及び、モーティマー伯と、ヘレフォード州におけるウィグモアのハーレイ男爵に除せられて、貴族院議員に列した。以降6代140年にわたって、同爵位は、ハーレイ家に継承されたが、第6代オックスフォード伯=モーティマー伯、アルフレッド・ハーレイの死去により継承者が絶えて、廃絶した。ありがとうございます。